チュワチュワチュワとりあえずね固まったよ。固まりました、うんうん、わーセミが振動、クマゼミが固まって、はい、まあ大まかな地盤はできたかな。はい、で児玉さんが試しに水撒いたら、うん、なんか蒸発して乾いてるんですけど、うん、溜まってたね、完全にね、ずっと溜まってたんですよね、うん、で、まあ次やる工程ははこの石を、枠を配置していこうかなと、はい、でいろいろ方法は見てみたんですけど、ビニールシートをね、下に貼るやつとか、うん、防水セメント使うやつとか、うん、で今回は、コンクリートにモルタル塗って、その上に防水塗料を塗るか塗らないか、ああまだ検討中、うん、それを検討中なんで、とりあえず枠組んで、はい、モルタル塗って、はい、水溜めて漏れるかどうかを一回見てみようかなと思っております。はい、はい、そしてここにある庭が敷地内で取れた石です。取れた石そして石がね、あとね、まあ、結構まだ車に積んであるんですよ、うんうん、あれはあのお友達くんから、はい、楽しみにいただきました、はい、建築現場からですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。もうよかったよ。ということでモルタルを寝るか、寝るタル、じゃあ俺モルタル寝るから大まかな配置お願いしていいか。了解。よし、そしたらあのタオル元カンタ、タオル試験、おさっき俺が教えたやつバカだね、俺が教えたやつ、俺が言うたら俺が言うたら小玉さんがちょっと動画で後で言おうって言うたら、ね、言われる前で先に言ってやろうと思って。じゃ並べていきますか。これね意外とね重要なんだよね。木にダサくなったりするもんね。まずね、まあ、ねこの土、うん、このワールド、ここがうーんって思うところもあるんですけど、うん、そこはちょっと置いといてください。はい、池だけを見て。芝を植えるか、どうすかよね。あの短い芝がふわーっと綺麗になるんやったらですね、植物もあってやけど、俺結構あのもう普通のマットもポンポン置いていってもいいかな、ね、芝マットやろ、芝マットにしようかなと思うんだけど、あそこにね、寝てらっしゃる方が、あー、ほじくり返してまあ、あいつ立ち入り禁止だもうダメかわいそうでね、ここに石張るかどうかっていうのも検討中なんですけど、まあ、タイル石みたいな、そうそうそう、こうね、ランダムな形したやつを、うん、張るか、こうやってオーバーハングさせて目立たないようにするかですね。で、防水セメ、あ、防水塗料を塗るなら真っ黒塗るんですけど、はい、真っ黒だったらそこまで変じゃないと思う。なるほどね。のまんまだとね、かっこよくはないね。そうですね、確かに。でも、多分だいぶ経ったら苔生えてくるんじゃないかなっては思うけど、どうやろうか。まあ、それ悩みながらやっていきますか。完成しますけど、うん、本当の完成は数年後かな。そうやね、そういうもんやろね。まあね、オーバーハングさせたやつでハングオンしてね。オーバーハングオン。それそれそれ逆に飛ばされて排水道を食らうやつ。ほらこの溝があの排水、うん、まだ掘らんといかんけどね。予定なんですよね。予定。じゃあこいつをここにこう来るじゃないですか。これの一番下とお、まあね平行面が取らんと。いやまだ濃いはだいぶ掘ろう、うん、まだ完璧だ。石のそれ動かします。石の目みたいなのもあるやろ、ね、ここ応援しちゃったらよかった。石の目はいどうもよし、こいつはちょっと重たがけんがこの辺、なるべくこの辺に動かさないでいいところ、ここに寄せます取って、うんうん、でもいいよ。どうしよう、でも下譜面でいいから埋めやんと思う。ホランという感じじゃないそれ、はめる前に若干ホランやんと思う、うん、ホランバラン掘ってはめる感じじゃない、ホランバランホランチ焼きホランじゃない、ホランやん、ホラン顔真っ赤しとるじゃないですか。引っ張っとるけんね、恥ずかしい、恥ずかしかった。引っ張っとるけん真っ赤になるわそら。モルタル練り始めていいかな。練りタル？うん。うん、一個一個一個掘って乗せてこうするか。
一番最後にこの下面をきれいに鳴らしたいね。あ、そうね、うんうんうん、よし、ほい、うん、いいね、ここは面が出たらいいね。ああ、セッキュー、おー、力持ち、よし、島君力持ち、どうする、これでもうちょいそっち下げて、下げてトントントンって下げ、うん、こんなもん、もうちょい、もうちょい、結構ボンっていきますね、うん、OK、 ちょっとさばきすぎたいですね、いや、こんぐらいと考えてここまで水が来たとしてね、水深40センチ近く、そうですね、30センチぐらいな感じですね、あと1回水が来ると、あ、だいぶ上に上がってきて、だいぶ上に上がってきて、何が面白い、そう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 、ここって覚えておきましょう、ここね、ここだいたいこの辺、周辺やっぱ、うん、でここら辺から、まあこの辺は石とかでこう埋まることができるでしょう、うん、結構あんま考えでこう何個出てもこういってよかったかもしれない、うん、塗るんだもん、塗るんだもんね、いつも、よし、難しいな、難しいですね、なんで難しいか、子供は知ってます、知らん、頭の中できちんとできたらんけ難しかったいや、ある石を使ってやけんね、想像したもの全部パッとね、想像できればね、パッと想像できればね、大丈夫、2回言うか、いくよ、はい、いい感じかも、どうすか、どうすか、もうちょい水平出したいですか、こうしたいですか、するか、こんなもん、あー疲れてん、疲れた、やったんの、やったんよ、チャッチチャッチ、いいと思う、うん、いいと思う、この高さで合わせて、でも一回そこ掘らんと高いと思う、おお、うん、すごい、何ですか、めっちゃここカチッとはまったもう動かんなったもうすごいすごい、一回これでやっときます、これでいっか、エドモンドちょっと池作り楽しくなってきた、楽しいね、マジで、ちょっと穴掘るときはねなんでと思う、わからん、ちょっと涼しいから、ね、今日ちょっと涼しいね今日ちょっとね、茶色の回り方が違う、この間も、まあ、意識朦朧やん、なんでもただね、むずい、むずいね、かまど壊しとか穴掘り多分ね、悲惨な動画になってると思う死んだ顔俺カットしよってね、みんな流して大丈夫なのかな、だって頭がボーッとするやん、もう何も、ね、どうですか、買うなら2匹ぐらいやろね、あー2匹超えですね、2匹とメダカやろね、あ、いいここで食うじゃないか、金魚がいいんじゃないですか、あ、金魚いいね、いいね、鯉なし金魚でいいじゃん、デメ金魚まで、バーカ金魚、金魚もこんぐらいになりますからね、でかいやつは、それでいい、金魚行こうか、あ、俺も金魚でいいと思う、ね、あれ、ほんと船に色が映るっていうの、え、うちで飼ってたら、うん、それで交配してからじゃなくて、うん、いや、なんか、分からん、いや諦めたやん、いや、俺もね、だいぶ前のね、曖昧な記憶やったけどね、今曖昧、いただきます、くー、爽健な味がするね、自分からカッタスイカの匂いがする、エメラルドストーンはどこに使うんですか、エメラルドストーンだと、それどっかに目立つところに使いたい、富山さんの大好きな一番目立つでしょ、なんであそこって邪魔、富山さんこれどう、これどう、これどう、いいどう、これどう、この出っ張り、いいどう、シェードまで行くじゃない、もう俺手離せない、シェードが支えとこうか、これ使う、使わんならこいつで支えとけば、ナイス、やっと行くよ、それじゃ、ドクちゃん、
それにボトボト落としても後でどうせ塗るからね。そうか。でも蓋にいらんとこ置いとったらあれね、うん、固まるのが早かったら、うん、ある程度は隙間は。君この辺さ、石、うん、入れときさ、うん、この辺はうむやん、うん、したら、うん、したらそのままズドンで、でこの辺もさ、うっすらこう入れとってから、うん、落ちきてる、うん、いや、うん、もうよかまだまだまだ熱い熱い熱い、もわーっとした徳ちゃん、もう多いね、平行だけやればもわーっとしたよ。でも最近さ、うんこすっき痛かさね、なんでと思う G やろかな鉄の引けとって遊びすぎて。いやでもこの網、マジ超いいですね。でちょうどよ、あったけんよかったですよね。全然違うやつ買おうとしてたっすもんね、最後の最後に見つけたけん探し回ったね、だいぶ探し回りました。上手、石板濡らしてたからやっぱうまいですね。濡らした方が、はい、なんで皆さんね、初めはね、大事よね。はい、さあ、穴の小さいって言ってくれ。広げる。もう水出ます？あと3回ぐらい作ったらいけそうだな。よし、はい。はい。はい、よし、よし、めぐれでも毎朝こんぐらいは出るけどよーし、あー、すいません、やったるやんか、危ない、出てきた、ほらいっぱいあるよ。あー、俺が悪いっすよ、それは。これじゃ、俺にも踏ませてください。これなんかしちゃう。あ、どこか。あ、下かてよ。あ、もう元気が蘇ったでしょ、みんな。いやだ、この人裾気にしてる。早く組んでじゃん。やたら組んで。早く作って。乾きよる前。だって、思いついたもん。乾きよるよ。うちはね、さっきから全然仕事してない。なに水をね、こうやっただけ、今のところ。全部一人で、全部一人で。全部一人で。いや、ちょっと、映画出演しとったもんで。すげえ、事故簿。事故簿。せめて、あれ、名前何やったんですかね。事故簿。いや、事故簿じゃなくて、もう一人親らが知らんの。兵隊のなんかゴンザ、ゴンザ、ゴンザ、結構もういい感じ、熱い、西日がね、まあでも今日やりやすかった、まだマシだったんで、まだマシ、ね、これやったら本来やったらね、一気に勝っていきたいところですけど、うん、もう一回これで固めて、うん、もう隙間をね、うん、丁寧に埋めていこう、はい、次は。まあでも形がある程度できたけん、こいから結構想像がバーっと、あー、うん、いい感じにきますよ、これは。いやね、はいはい、さあこんな感じで、はい、いい感じじゃない、いい感じよ、石厳選しただけあって、うん、いい感じ、いい感じ、いい感じ、じゃあ初日の、初日じゃないわな、もう何日目、本日の作業は終わり、はい、はい、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。